はい、AKB48、63枚目のシングルの選抜紹介、今回は柏木由紀さんの紹介をしたいと思います。まずは公式プロフィールから、お名前が柏木由紀さん、所属事務所は渡辺エンターテイメント、ニックネームがゆきりん、生年月日が1991年7月15日、出身地が鹿児島県ということです。AKB の3期生で、AKB の全盛期を支えた方ですよね。で、全盛期には、握手会の女王なんてことも言われておりましたし、昼帯でお天気お姉さんをやっていたりとかもしましたね。で、黄金時代に、人気メンバーではあったんですけども、誤解されがちなのが神セブンではないんですよね。柏木由紀さんは、2009年の第1回総選挙では第9位だったんですよね。で、2010年の第2回総選挙で第8位。で、2011年の第3回総選挙で第3位となりました。なので、神セブンではないんです。ただ、神崩しという呼ばれるものを行った人であるということですよね。はい。そして、過去に、グリーンフラッシュという曲で、2015年の曲ですね。これで小島春菜さんとのダブルセンターを務めてはいたんですが、単独センターは今までなく、今回の63枚目のシングルで、ソロのセンターとなったということになりますね。はい。あとはもう、いろんなことはもう YouTube とか、そういったもので、活動をすごくしていて、とても、まあ、知名度も人気もあるメンバーっていうところですね。で、そして僕、個人的に尊敬しているのは、昨年、2020年ぐらいから、コンサートのプロデュースみたいなところをしたときに、それを語っている YouTube とか、Twitter の方を見たんですけども、本当にメンバーとか、AKB のこと、楽曲のこと、いろいろ分かっていらっしゃって、で、本当に全然スタッフとか、演出家の人よりも全然分かってるし、で、ファンのこともよく分かっていらっしゃるっていうところで、本当にすごい方だなと思いました。できれば、まあ、今後も、とて、有名タレントさんなので、芸能人活動を続けると思うんですけども、AKB の裏方の方でも何かしら、アドバイザーとしてなんか、続けていただきたいっていうような方ですね。はい。今回は柏木由紀さんでした。ありがとうございました。